中国系アメリカ人の歴史学者、思想師や、真珠家の一人、青年時代の筆名は、モグサ軍。河北省天津市生まれだが、本願は、安徽省千山形。1949年、遠京大学に入学するが、国境内線の動乱を避けて、香港に赴き、千厚市が、香港で設立した、深夜書院に転学する。百五十二年、 深夜書院の第一回卒業生となる。1955年、渡米してハーバード大学で世を貫れ登るの指導を受ける。1962年、博士論文、ビューズ・オブ・ライフ・アンド・デス・イン・データー・ハン・チャイナによって PhD を取得する。1969年、ハーバード大学の教授となり、香港の深夜書院の校長を一時的に兼任する。その後、 イエール大学、プリンストン大学の教授を歴任する。1991年から1992年にかけてはコーネル大学特任教授となる。1974年、台湾の中央研究院院士に選出される。2007年、日本の関西大学から名誉博士号を授与される。2014年、東進スス受賞。2021年、聖居。 マックス・ウェーバーの主張、プロテスタンティズムの倫理と、資本主義の精神を意識して書かれた、中国近世宗教倫理とも承認精神によって知られる。ヨヒデトキの立場は、文化大革命時期の中華人民共和国の経済、史学者の間で起きた、資本主義法が論争を、基上の空論として知り添けるもので、ヨーロッパにおける、資本主義と、プロテスタンティズムとの関係が、 民進時期に勃興した新安商人に代表される商人階層と中国宗教としての三教との関係に否定できるとした論である。しかも闘争の全仏教に始まった転職的な倫理観が金本の道教である全身教にも及び、さらに宗明の儒教を、朱子学と陽明学に及んで完成されたとする点で、当時注目され始めた儒教文化圏あるいは、 漢字文化圏に属する東アジア諸国の経済発展と儒教との関係に関する議論に影響を与えることとなった。ただし、与秀時自身は、あくまで、そう、元明清時代の宗教思想史と経済史との関連に限定して論を進めており、アヘン戦争以後の近現代にまで結びつけることは行っていない。他、A、B、市学ぶ大使をえじ、 ネムム中時世通る述九91文化、重点新聞重大社ザナ、w w w c n a y c o m テイラー・ワッツ、2021年8月5日閲覧、ab、ヨヒデトキさん死去、朝日新聞デジタル、朝日新聞デジタル、2021年8月18日閲覧、ありがとうございます。